始球式を行っていただくのは、川崎出身ヒップホップグループバッドホップの皆さんです。思い出してみろガキの頃、辛い環境、周りのこと、髪から足でてまあボロボロだけど、ちょっと出口見えたとこ、本物は記憶から消えない、伝説は死んでも死にきれない、大勢の人たちがすぐバッドホップの皆さん、ようこそ驚き陸上競技場へ。サポーターの皆さんにメッセージもお願いいたします。川崎フロンターレのサポーターの皆様、こんばんは。そしてアビスパ福岡のサポーターの皆様、こんばんは。本日始球式のハーフタイムショーをやらせていただくバッドホップのバッドです。本日はこのような機会を与えていただいて感謝しています。ありがとうございます。僕たちは川崎を拠点に幼なじみで音楽グループをやっており、来年の2月19日に東京ドームにて解散ライブを行います。僕自身、川崎フロンターレのアカデミーにサッカーをしていたことから、この轟頂上で何度も試合したことがあり、今こうして轟頂上に帰ってくることができて嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。川崎フロンターレのサポーターの皆様、アビスパ福岡のサポーターの皆様、本日はよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。